ジャン君、今日は雨なんでございますよ。降り出す前にと思って散歩に出かけましたが、帰りふらでちゃいました。ピクミン、びしょびしょでございます。びしょびしょ？ということで、ジャン君はもう元気になったね。どうですか？どうですか？まあいいね。さあ、あさってかな？あさってだよ、ジャン君、13歳。13歳ですよ、あなた。ジャン君、13歳だって、ジャン君。まあ、13歳になる前に、全部健康を取り戻せてよかったね。トイレも、そんなに行かなくなってきたね。うん、普通。ポンちゃん。ポンちゃんはどうですか？お元気ですか？外の雨が。面白いですか？なんか雨を見ながら黄昏れるポンちゃんでございます。絵になっているよ。あくびもしたし。ジャン君、食欲も旺盛、お水もよく飲み、トイレも適度に行きます。血尿は出ていません。多少まだ残ってるはずだと先生は言っていましたが、まあね、膀胱の中を石で傷つけてたわけですからね。頑張れ頑張れ頑張れ。お尻がちょっと上がり気味。ジャン君、あれ出た？めっちゃ短いけど出たの？出たの？でも別にそんなにさ、うん、すぐに苦しんでる感じはないしね。はい、大丈夫だよ。なんか、そうなんだよね。鼻が詰まってるっぽいんだよ。病院で手術する前に風邪かなって言って連れて行くことにしたあれが完全にはまだ治ってない、うん、でした。花粉、花粉症なの？ジャン君、花粉症なの？ジャン君、おやすみなさい。